他の追随を許さないセンシング速度を実現。あらゆる技術に応用可能。それが杉田電線が開発したスギクロセンサーテープです。驚異の新素材として発見されたカーボンナノチューブ。銅の8分の1の軽さで鉄の20倍の強さを持ちつつ、金属と同等の導電性を持ちます。しかし高純度のカーボンナノチューブを量産することが難しく、実用化はなかなか進みませんでした。杉田電線は約60年間電線製造を続けてきました。そこで金属線材を巻き取る技術のノウハウを蓄積。電線のエキスパートである杉田電線はナノテクノロジーの専門家、岡山大学の林康彦教授とタッグを組み研究開発。カーボンナノチューブの商品化に成功しました。基板の上に芝生のように成長したカーボンナノチューブを途切れることのないように自在に引き出す技術を開発。純度の高い2層カーボンナノチューブを生成することができました。さらに寄り合わせて糸状にしたヤーンを1キロメートル以上均一に巻き取る技術も確立。そうして超軽量で強度があり導電性が高く、センシング速度が非常に速いカーボンナノチューブヤーンを実現したのです。杉田電線はカーボンナノチューブヤーンを伸縮繊維と一緒に織り込んでリボン状に加工しました。それがスギクロセンサーテープです。センシング速度はゴム系センサーの10000倍、シリコンピエゾセンサーの100倍。これまでにない高性能タッチセンサーとして円滑な動作を実現することができます。さらに導電性とともに伸縮性があり、伸縮量に応じて電気容量が変化します。動きを感知するモーションセンサーとして指の細かい動きにまで反応することができます。つまりこれを応用すれば人間の動きすべてをデジタル化することができるのです。ヒューマノイドを笑顔にできるまでの精密な人工筋肉ができたり、高精度な触覚センサーを搭載した物を掴んで落とさないロボットハンドを作ったりできます。繊維に織り込み着用すれば体の動きのデータが瞬時に取れ、再現も可能です。ウェアラブルゲームの世界もよりリアルに広がるでしょう。幅広い分野に可能性を秘めたスギクロセンサーテープ、お客様に様々な形で応用していただき、お客様とともに杉田電線は革新的な未来を作っていきます。